大竹紳士講演録月曜日のこの時間は作家の古谷恒平さんとお送りしますよろしくお願いしますはいよろしくお願いします入ってきた時あれだねとても派手なショールショールですかねショールっていうかこれあのなんですね半袖なんですこういう半袖これこれ布ですね布布バこれねバンコクで買ったんですバンコクだから色あざれこれね四百円ぐらいですすごいねいいんですよこれ

ありがとうございます。おしゃれですよね。でも、よこのいかに安く、あの古着屋さんとか、海外のその露店とかで買ったものを。なんとなく、こうおしゃれっぽく、いかに見せるかっていう。でも、それで街歩いてるわけでしょそれ。歩いてますよ。やっぱね。やっぱ宮脇の。いや、非常にお褒めの言葉でございます。さて。はい。今日は。今日はですね。あの絶望的な北方領土問題という。絶望的な北方領土。 先週の18日に、はいはい、ロシアの外務大臣でありますラブロフ氏がですね、うんえー、国ロシア国内のメディアに対してインタビューに答えましてこういうふうに言いました、はいえー、全体として我々にはもはや日本を含むどの国とも領土をめぐる論争は存在していないすべ、はい、て終わっていると、うん、これは NHK ニュースからの引用なんですけれども、うんまあ、つまりこれは北方領土問題というのはもうないよと。 もう存在すらしていなくてもう終わってるんだよということでございましてまあ皆さん、去年のウクライナ戦争勃発からですねまあそれは、そのなんて言いましょうかえ当然その直感的にね、領土交渉厳しいなということはまあ皆さん、うすうす分かってたと思うんですけれどもまあにも関わると言いましょうかまあ,あえてこれを言われたということはかなりとどめというかですねまあそんな雰囲気になってまいります。 安倍総理は、えー、<ー>頑張ってはいました、ね、プーチン大統領と二十八回の領土交渉を重ね、最後は日本日本の方で、えーまあ、出身地山口そうです。来ていただいて結構寒帯してましたですね。温泉には入らなかった噂が出てますが <laughs>、えー、そうですね。まあその結果がこの終わった。 かよっていうのはね,ねかなりこれは報道されましたけれども、はい、まあ今日はそんな話ですけれども、はい、実はこの北方領土問題羽生、はいえー、前しこたエトルフクナシルと、うん、これはあの私地元がね生まれも育ちも北海道でございますから地元の問題でもございましたよね。どうん、だから私が小学校 高とか中学校ぐらいの自分っていうのは今もそうですけれども北海道庁ってのがね、うん、札幌にありましてそしたら、うんえー、でっかい縦看板がかかってまして横断、うん、幕かな「うんえー、4頭帰る日平和の日」っていうねこれ今でもやってますね、うん、多分ね。うん ということがありまして、はいえー、であの私はやっぱりその例えば私の親の世代っていうのは、うん、あ例えばその、えー、ベレンコ注意事件というのがあソ,ビソビエトの時にありましてこれは函館空港に、はいえー、ミグが亡命してくるっていうね、はい、それからあの1983年ですけどあの大韓航空機撃墜事件というのがありまして、うん、でこれで、あのーまあ、ちょっと領空侵犯を間違えてしちゃった大韓航空機をソ連のミグが撃墜しちゃったというのがございましたんで、うん、こう結構反訴感情っていうか、はい、あ漁船の銃撃とかもございます いましたんでね。うん、えー、それがあったんですけど僕ら僕の世代とかになるとえー、ちょっとその樺太っていうかねえサハリンで大やけどしたコンスタンチン君の救出事件とかありまして、うん、これは90年でね、うん、大やけどしちゃって、うん、その、えー、札幌医科大学ですかね、うんはい、に運ばれてヘリでこう緊急搬送されて<ん>で僕の行 ちょっと下の人なんですよ、うん、コンスタンチン君ってなで大やけどしたんだけど日本の医療でなんとか元気になられて戻っていった当時はだから僕らは毎日北海道のテレビが今コンスタンチン君はどうなってますっていうことを毎日やってて学校で、えー、っとおセンバズルかなんかおりました。 だからコンスタンチン君元気になってほしいと、うんね、当時はもうソ連崩壊直前ですけれどもはい、はい、そんなことがあったんでやっぱり命っていうのはもう国境はないもんだななんていうことはね、はい、思いましたねちょっと世代としても、うん、その地元の中でロシアソ連をどう捉えるかってちょっと若干いい意味でも悪い意味でもギャップがあるのかもしれないと思います。はいはい、さてこの北方領の問題ですけれども、うんまあ ちょっと僕の感想で言うとまあそのもちろん相手があることですけれども、うん、まあロシアってそもそもあのこのホッポリオド返す気そもそもなかったんじゃないのっていうふうに、うん、まあ私はなんか思っておりまして、うん、まあ例えばその地元本当の地元の根室とか行きますと、うん、結構アンケートを取るとですねまあ僕のアンケートですよ、うん、でも結構その四等一括っていう人はあんまりいなくて二等、うん、でいいっていう人が相当多いです、うんうん、あだから2等っていうのは幅前仕事案のことでありますがま、うん、あその、えー、結論に行く前 北方領土の、まあ、ちょっと。 とした歴史的なもともともちろんこの四島は我が国固有の領土でありますけれどももともとはその,、えー、まあその近世ですよね江戸時代はこの江戸地っていうのは今の北海道のことですけれども、うん、札幌とか函館とかあの辺は西江戸って呼ばれたんですよね、うん、で今の帯広とか釧路とか根室、うん、それから千島の方ですよね、うん、これがえと今の道東になるわけですけどこれが東江戸っていうふうに言われたんですよ。うんうん、だからざっくりなんかこう東の の映像みたいな感じで認識されていて、まあ、もちろん当然そこにはですね、えっと、千島アイヌと呼ばれる人たちが、うんえー、非常にあの豊かな生活をしていらっしゃったところに日本人が入植したと部分がありますので、うん、まあ確かにその近代以降は日本の固有の領土なんですけれども、うん、まあちょっと太古の昔から日本人が住んでいたかっていうと、まあ、ちょっとそれは微妙なところかなとは思いますが、うん、ただ日本の領土であることには間違いないと思いますので,、うんうん、でそれで、えーとまあ、明治維新になりまして、えー、まあ 時代が経ちますとやっぱりエトロフ島って言ったら皆さんあのねちょうど今12月でございますけれども10月8日真珠湾攻撃じゃないですか真珠湾攻撃でナブの、はい、南雲機動艦隊が、うん、えハワイに向けて出港するときの集合地点というのはね、うん、エトロフ島の1カップなんですからね。うん 結構日本の歴史にで、えー、で関わってくるんですよ、ね、だからまずエトロフ島に集結してそこから、えー、隠れてですねハワイにまで行くとこれがヒンジュ湾の前の団体に行ったのがエトロフ島だったんですけどねまあまあそんなことがございまして。 でまあいよいよ日本が戦争に負けてく,るくりますとですねこの、えー、ソビエトが日本を、えー、中立条約を侵犯してこう攻めてくるということになりますまあこれによって北方領土問題というのは今、発生するわけですけれども、はい、まあその時によくあの千島・フト侵攻ということになりましたけれどもあのあの辺っていうのはあの千島特に千島列島っていうのはあの一番北側の、まあ、カムチャック 手前の国境の島であるシュムシュ島っていうところに日本軍の守備隊がいまして、まあ、そこで相当日本軍は奮戦するんですけれどもやっぱりエトロ船とかりいうのはもう、えー、ポツダム宣言というかその終戦の後に、うんえー、無血占領されたような部分がございますので、まあ、特に日本軍も守備隊を置いていないということなんですけれどもまああのなんか北方領土問題っていうと日本とソ連日本とロシアだけの問題って思うかもしれませんけれども実はその今の北方四島を占領 した時はですね、うん、あの当時のソ連軍っていうのは。うん まあ基本的にあんまり海軍がえまあできておりませんでまあ前も番組で言ったかもしれませんけども海軍って育てるのにめちゃくちゃ時間がかかるしお金もかかるんで,でえソ連はずっとナチスと戦ってたじゃないですかそうすると陸上の,この一進一退で海の海軍っていうのはソ連時代はあんまり整備されてませんでえしかもその結構潜水艦が主だったものでしてあんまりこのもちろん空母なんか持ってないっていう状況だったんですけれどもそれでまあ千島は別として樺太って っていいうのは北かからふとがソ連領じゃなです南からふとは日本領なんで地地的きで侵攻してくれるんですけど千島っていうのは島じゃないですかだからソ連側から見て侵攻しようとしたら輸送船とかが必要なんですよねでもやったことないんですよだってずっと陸で戦ってたからこれ実は今明らかになってるのは北方領領土占すする予行演習は米軍と共同ででソ連がやってたんだからこれはねアメリカも一枚噛んでるんですよ。 っていうののはね機密解除で今明らかになりましただからアメリカはんかうちは関係ないみたいなこと言ってるけどあなたのところの軍隊と共同訓練して北方領土占領されたじゃないかというような歴史の皮肉もございましたさて戦後になりますと当然日本はサンフランシスコ講和条約を結びまして全千島放棄ってことになりましたけれども一応日本側としては国後レ・ドルフ歯舞シ首タンについてはこれ千島じゃないんだという一応まあことでまあやって やりましてそれから1956年の,、うん、このいわゆる有名な日ソ共同宣言ですね、うんえー、これがもうスこワでございまして、うん、それで、まあ、日本とソ連が、まあ、当時の 平和条約を締結した暁にはハボマイとシコタンだけは返還するというまあね有名な決まりがございましてでそれをめぐってでもえそれで一旦妥結しようとした日本がまあいわゆるアメリカのダレスから恫喝をされましてえそれで二島返還で妥結したら沖縄は返さないぞというふうに言われたわけですよねなぜならそこで妥結しちゃったら日本が神装的になるからですよねあ日本はあの共産主義の防波堤でいないてほしくいて欲しいわけですよえでもそこで妥協しちゃったらなんかソ連っていいやつ じゃんというふうに思っちゃいますから、それはダメということで、ええまあこの四党返還一括変換ってことで日本政府は切り替えたんですよ。だから本当は二党で決着してたんですこれは、五十六年の時。 ところがそれで冷戦のことにね冷戦のごたごたに巻き込まれてしまった日本はずっとこのまま解決できなかったわけですけれどもこれがえとソ連崩壊によってロシアになった時に一番近づいたと島が一番近づいたと言われるのが98年のカーナ会談でありますこれはあのえ箱根のカーナで橋本龍太郎と当時のエリチン氏が4島の貴族について日ソ共同宣言をもとにこれ解決するんだと。 はい、ということでおこれはなかなかソ連の、うんまあ、ソ連の後継国ロシアもやってくるんじゃないかということで、うんえー、頑張ってきたわけでありますけれども結局、まあうん、あ当然一党も返還されないで今来てるわけでして、うん、今回もラブロフさんがそういうことを言われたらですね、うんまあ、こっちとしてはどうしようもないんですけれども、うん、ただし僕は例えば、あのー、元外務省首席情報官の佐藤勝先生とかも今年お会いする機会がありましてですね、うん、非常に、えー、なるほどなと思いましたのはやっぱりロシアの側もですね うん、ウクライナ戦争が終わった後にいずれかで国際復帰をしないといけないわけですよね、はい、僕は一刻も早く終わってほしいですけれども、はい、でもその中でやっぱり日本との関係というのは重視をしているので、日ソ、うん、共同宣言をすべて破棄するということはさすがに厳しいだろうと、うん、であの今のロシア軍というのは、クナシレートルフについては、うん、え結構、軍事基地を。 作っててるるんだけどタ、はい、についはは実はノータッチであると、うん、これがメッセージであるというふうに佐藤先生はおっしゃってまして、うん、まあ僕もそれはあると思います、はい、でもう一つ付け加えるんだったらもうそうなってくると今度はもう日本国内の問題ですよね、はい、もうなんかこれ相手があるからロシアがどうしてくれるプーチンがどうなってくれるっていうことではなく日本の僕は覚悟の問題にほとんどこっちにボールが投げられてるんじゃないかと思いまして、はい、それはなぜかっていうと、えー、国後エト斗フを放棄する覚悟があるのかどうか。日本として国 トロシア領ですっていうふうに国民全員の一致ができるかどうかいやこれは繰り返しますけど日本固有ううの領土ですが、うん、あのどうしようもない動かないんだったらそういう選択肢もあるし、うん、ということになってくるし、うん、あとやっぱり、えー、もしハマ舞シコタンだけで決着するとしたらね、うんえー、ロシア側はこれを言ってきてるそうですよね、えー、もし日本2棟を返したとして、うん、そこに在日米軍は来ないのかどうか。うん それれについて来られたらた困りますでしょ、えー、そうすると今度はね日本はロシア向けっていうよりもアメリカに対して、うん、これはうちの国の領土から絶対基地とか、うん、海兵隊とか置くなよって言えるんだろうかって。えーえー なるほどそののののロシアの交渉の前の段階ですよね,これはね<ー>だからむしろこれはプーチン氏の思惑うんぬんということもあろうけれどもわれわれ日本人の,この覚悟というかねが問われているんじゃないかと思いましてこれはまあ本当に三ン組みと言いましょうか、はいえー、一筋縄ではいき,いきませんですね、うん、だから、まあうん、あ返す返す絶望的かなと思った次第であります、うんうんうん、一時期2党返還論があったんですよ日本でね。あったんですけども、うんえー、やっぱり全部4党じゃなければという意見が政府 内で対立したんですよ、ね、いやもう対立する時間でもなくて、うん、私は国後代・与党の夫はまあほぼ100%絶対に無理だと思います、うんうん、そこは放棄する覚悟があるかどうか、はい、日本の国だけど悔しいけれどもということを考えるべきかなとその前にアメリカの関係があ難しい以上大竹紳士交友録古谷常平さんでした明日火曜日は中島健さんがいらっしゃいます